スリッパのレースリッパのレースリッパのレーカカトを覆う、スリッパブーツタイプのスリッパスリッパは、履き物の種類で、スリップの名の通り、足をスルリと滑らすように入れて履ける履き物である。そのような意味の言葉なので、実際の形状は様々で、例外も多いが、外していっかのような特徴がある。かかと部分の高さが全くないか、あってもくるぶしより低い。止め金や、 結び紐などはない。ヒールはないか、あっても低い。足の前側部分のみを覆う。スリッパには、足先まで、完全に折っているものと足先の指部分が少し、開いているものとがある。サンダルは一見スリッパに似ているが、足先もかかとも覆うという点では、靴と同じで、ただし紐やバンドでできていて、隙間が多いということである。ただし、 ビーチサンダルのようなスリッパとも言えるサンダルや、オペラスリッパ、アルバートスリッパのようなサンダルや靴とも言えるスリッパもあり、実際は重なる部分が多い。革靴風のスリッパもあり、かかとや靴紐が存在し、かかとを覆う部分や、内側も外側ととも色のスリッパや、サンダルもあり、社内で勤務する会社員に利用されている。屋内用と屋外用があり、屋内用スリッパを、 特にハウススリッパという、欧米では屋内でも原則として外履きの靴を履くので屋内用スリッパの使用は自室や風呂場などに限られる。日本で広く使われているタイプの屋内用スリッパは英語圏では風呂場用のバススリッパや寝室用のベッドルームスリッパとしてよく使われているものでかかとを覆う部分やヒールがない。 足裏より一回り大きく裁断された過程の前方に羽と呼ばれる足の甲を覆う部分が取り付けられている。表面を覆う素材は過去には人工比較が多かった。トイレや公共施設などで共用のために使われていた。現在では布地で覆われているスリッパも多くなり、畳や竹などで覆われた変わったものも誕生している。スリッパは製造過程の違いにより、 すり込みタイプは、スリッパの周りを先に作り、後から中底を取り付け、外脱いタイプは、スリッパの髪型を先に作り、後から家庭を取り付ける。足を汚さないために使用するのが一般的。開国により、西洋人が多く、日本に訪れるようになった、明治初頭、室内で靴を脱ぐ習慣のない西洋人が土足で、屋内へ入り込む問題が発生し、 それを解決するために仕立て職人である、徳野利三郎が1907年に発案した上履きが現在のスリッパの原型であると言われている。当時は靴の上から履くためのものだった。日本経済新聞はさらに古い起源説を紹介しており、徳野が横浜居留地に住む外国人の依頼で初めて制作したのは1868年だという。 徳野の孫からの聞き取りに基づき、松永は着物資料館の学芸員が復元している。また1867年には、福沢諭吉が著書西洋衣食住』で欧米の上靴、スリップルスを紹介している。国内で生産は山形県下北町に集中しており、町では下北スリッパとしてブランド化している。スリッパという呼び名は江戸末期に、 シーボルトが日本に伝えた上靴から来ているという説がある。なお、オートレーサーはコーナリングで路面に接する左足のブーツの下に鉄スリッパを履いてレースに臨む。ありがとうございます。